はい、またまた9番さんです。今回も引き続き、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。これね、いつもゲームのタイトル言うときね、忘れちゃってんすよ、名前。だから別画面に出してる、Steam のランチャー画面見てタイトルコールしてます。で、デッドバイデイライト、略して DBD。 これ DBD って言ってんの俺だけじゃないのかな。まあいいか。ってのをやっていきたいと思います。前回、全然ね、脱出できていないんで、今回こそは脱出目指したいと思います。でもね、レベル私、まだ2なもんでね、こう入ってきたユーザーがレベルが高い人だと、全然出てっちゃうんですよ。あ、レベルこれ17の人、頼もしいな。こういけんだろ。お前出ていかないよね。レベル1なんだから出ていかないよね、これ。レディー、あ、ビギナーゆえのレディー押し忘れ。ありがちだな。おい、レディー。おっしゃ、えらい。心配する必要なかった。よっしゃ、今回も頑張るぞ。これ、ロードのいつも長いよね、これね。こうウルトラマンだったらまた戦う時間が短くなってね。あれだ。俺の大好きな怪獣、ダダ大好きなんですけども。ダダと3人戦うにも時間がなくなってやられちゃう的な感じになっちゃうよね、ウルターマンもね。早く時間経てよと、3分しか戦えないんだよ俺はみたいなね。だからさ、3分タイムユーズマネーなんだよみたいなね。はい、頑張っていきたいと思います。周りに味方いるかな。あ、味方いる。お、3人もいる、ラッキー。でも発電機が見当たらない。発電機ないか。発電機ないか。これね、ふと思ったんだけど、ボイスチャットとかないのかなと思ったんだけど、一瞬ね。でも、ボイスチャットで、発電機あったぜとか言っちゃうとね、殺人鬼にも聞こえちゃうって話よね。おいおい、お、なに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 、ちょっと、心拍数どんどん上がってんだけど、これ追いかけられてない?もしかして。あ、違う。誰か追いかけられてたんだ。あ、いや。近い。近いよ。あ、近い。近い。ちょっと逃げたいわ。逃げたい。なんとか逃げさせて。ここ、通り抜けたい。通り抜けさせて。はい。うわ、すげえ心拍数が。やべえ、これ絶対追いかけられてんな。後ろ振り向きたくない。振り向きたくない。絶対追いかけられてるわ、これ。あ、殴られてる。ここ越えたい、越えたい、越えさせて。お、ここでちょっと、なんとか。あー、ここ。フック場所だった。あ、あそこも越えたい。あそこも越えさせて。いや、ここ越えても意味ないな。あはは、意味なかったわ。いや、あんな家族に向かって越えても意味なかった。俺がバカだった。これ、ちょっと、悪あがき。あれ、よく見たら捕まってんの俺だけじゃないの。これ、エスケープで逃げれんの?これ多分ね、スキル取れば逃げれるんじゃないの?もしかして。これ、助けに来てくれる?これ、丸見えだから助けれるんじゃない?無理?今、助けてくれる人募集中。募集中。今なら、ファミ通で使える3000ガバスあげる。3000ガバス。今でもガバスってあんの?ファミ通最近読んでないけど。いやー。あー、これスペースキー押すのがめんどくせえ。あー、誰かやられてる。
はい、釣りさん、あ、間に合わなかった。はあ、今回も配点に召されちゃいました。一番乗りじゃない。不甲斐ない。これ全然クリアできないんだけど。いや、レベル上げろって話なのかもしんないけどさ、難しいね。難しいわ。これ画面の見方もよく分かってないわ。まあでも、スキル上げてレベル上げるのにデメリットはないよね。これおっしゃってもいいのかな。今回も不甲斐ない結果でした。まだ次回ね、頑張りたいと思います。この動画が良ければ、全然良くないけども、良ければグッドボタン、グッドボタン、いいねボタン、まあね、未だにわかんねえわ。チャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネル登録3回ぐらいよろしくお願いします。3回じゃないな。これね、キューバンさんチャンネル登録しろよっていう人に、3人におすすめするパターンでいきましょう。ネズミ公式的な。ね。昔はありましたよね。なんか、不幸のメール的な。3人の人に送らないと不幸になっちゃうよ的な。そんな感じ。チャンネル登録しないと不幸になっちゃうよ。それ回避したかったら、3人の人にチャンネル登録おすすめしちゃって。いや、チャンネル登録不幸になっちゃうって意味がわかんないよ。まあいいや。また次回よろしくお願いします。では、さよなら。